こんにちは。これアートエレンのウルちゃんと梅ちゃんです。だったらどこに来たの？メキシコのメキシコシティに来てます。8年ぶりにメキシコに帰ってきて、うん、これがあります。セブンイレブン24時間オープン。本当に？うん、本当だ。メキシコで24時間オープンって少なくない？今は分からないけど、前はなかった。ないよね、1個もない。本当になかった。ないんだよ、うん、で、ちなみに今ここの社長さんと、うん、セブンイレブンの社長さんと話したら、うん、撮影はちょっとなんか上もっと上の人に確認しないといけないから、うん、ダメって言われちゃったの。ダメって言われちゃったね。だから中映らないけど、めちゃめちゃ違う。何一つ同じものは存在しない。もう見せたいけど、とりあえず見せれない。ということで今日はね、セブンイレブンで自分たちが見つけて、まあ自分たちのベロはなんか好きなものとか、私好きなものなんか買う、うん、ベロのメキシコでも大好きなもの買う。ヨヘは？俺は多分ね、あると思うけどね、うん、クソクソまずいラーメン、8年前の俺の舌とさ、今の舌、もしかしたら8年前のラーメンと今味変わったかもしれない、うん、ちょっと食べてみたい。ちょっとわかんないけど、普通に美味しいのかもしれない、うん、とりあえずちょっと見てみよう。 OK、 とりあえず買ってくんね。 OK、 ベロの大好きな食べ物と私が食べ物マルちゃん買ってくる。 OK です。 OK、 レッツゴー。はい、ということでベロちゃんの大好きな食べ物はどれですか？スーマリーナっていう。ちょっと開けて食べてみて。なあ、これさ、なんか本当に懐かしい。大好き大好き、大好きなやつ。私子供の時、うん、ずっと食べてたの。中身こんな感じ。なんか超懐かしい。中身はこんな感じです。何かパン？パン、うん、うん、まんま、めっちゃうまい。ここまで、それ私の。え、サブマリーノ、うん、大好き。味変わってない。8年前はクソまずかった。だな、マルちゃんで、まあ、ここまで日本と日本のカップラーメンと似てるね。はいはい。で、おお、あー、ちょっと待って、中身、え、でもうまいんじゃない？え、ちょっと違うぞ、昔と。もしかしたら嘘、見た目があんま変わらない。あー、でも匂いはまあまあ、どうだろう。とりあえずね、お湯入れてきて3分待ちましょう。 OK、 できた？できた。3分経ちました。で、こんな感じ。うん、お腹空いてる。ちょっと待って、ちょっと一口。え、なんか美味しそうな匂いするけど、前めちゃくちゃまずかったじゃん。うん、あ、まあ私は美味しかったけど。え、もしかして味変わったんじゃね？けど前は食べれなかったけど、食べれる、食べれる。なんか食える。あれ、やっぱ8年経って味変わったのかな。どう？いや、もちろん日本のやつは美味しくない。私は、うん、変わった。変わった？好きじゃない。まずいと、本当にまずいと思う。うまかったのね、昔のね。うん、ちょっと悲しい。日本の下に慣れちゃったね。慣れちゃった。はい、っていうことで、まあ、じゃあ面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。なんかもうちょっとこういうのやってとかね、あれば言ってください。うん、ぜひぜひ。ということで、楽しみの方はチャンネル登録よろしくお願いします。アディオスアミゴス。